松本清張の小説。週刊朝日1970年4月3日号から7月10日号に黒の図節第5話として連載され、1971年9月に中編集、イケル、パスカル収録の一作として公文社から刊行された。1987年にテレビドラマ化されている。来年80歳になるシラ・ヒ広シ作は、 かつて長野県内の開業医であったが、今は東京の息子夫婦のもとに同居している。が、やはり医者となった息子のマさんは仕事が忙しく、嫁のモチコとは話が合わずで、最近は裏側の六畳間に引っ込んでいた。看護婦の久と道塚も気取った体裁屋で、広志作とは気が合わなかった。家政婦の吉倉富が来るようになると、モチコは、 広志作の世話を彼女に委ねた。34歳の富はこまめでよく気のつく女であった。一人で寝起きしている広作は、富のヤクザな亭主の話を聞いているうちに彼女を口説き始める。富は以前の手伝い先の家から求められ、一週間、シだけから離れることになった。広志作は富を求めて家を抜け出し、彼女の行き先、さらに実家を探索し始めた。 富の虜になった広志作は、彼女を獲得した上での新生活を夢見るようになる。シーラインでの密かな企みが始まっていた。松本成長サスペンス、六条の生涯。1987年11月26日、読売テレビ制作、日本テレビ系列の木曜ゴールデンドラマは国手放映。第25回ギャラクシー賞奨励賞受賞作品。 視聴率25.4%ありがとうございます。